一つ確認しておきたいんですけども悩む時に3つ自分の中にあると思うんです目的必要なものそして手段ですねそれを考えておくとなんとなく整理がしやすいんじゃないかなと思いますこの人で言うとですね一つ目目的ですね本気で音楽の道に進みたいとかね一生やりたいとか で、作曲ができるようになりたい。まあ、これが目的ですよね。だから、これを達成するためにいろいろやるっていうことですねで。そのために必要なものですね。まあ、刺激が足りないとか、成長の実感がないとか。で、三つ目、手段ですね。先生を見つけるとか、環境を変えてみるとか。ここで考えてほしいのは、一番目の目的が達成すれば、別に二番と三番はいらないんですね。そこを覚えとくと、凝り固まらなくていいのかなと思いますね。本気で音楽やりたいと。でも刺激がない。やる気が出ない。あ、よし、先生を見つけよう。で、まあ、それはいいと思うんです。なんですけど、先生を見つけることがいつしか目的になるというか、 あ,あ、よっしゃ、先生見つかった。じゃあもうこれで安心だ。みたいな。そういうことではなくてですね、本気で音楽の道をやりたいとか、作曲ができるようになりたい。意外と忘れちゃうんですね。なので、それを忘れないように気をつけてください。